にちは、クロトリーフチャンネルです。ではこちらのですね、植物をご紹介したいと思います。こちらですね、ディフェンバキアという、イモ科の植物なんですが、最近ですと、これアリバって品種なんですけど、非常にたくさんのですね、いろんなかっこいい品種なんかも出回ってまして、これもですね、珍しい品種の一つなんですけども、結構大型になるディフェンバキアですね。で、これに関してはどれも割と光線が好きだったりするので、品種によってこの緑が濃い葉っぱなんかは結構影でも平気なんですけども、白っぽい葉っぱのものとかは光線が足りないとですね、非常にこう葉がだらしなく垂れてきたりとかするので、なるべく明るいところで撮っていただくのがよろしいのかなと思います。で、注意すべき点としてはですね、基本的にすごく強いんですし、寒さに当てない限りは全然平気なんですけども、日照が暗すぎるとダメっていうのと、あと葉っぱがですね、非常に、毒といった言い方はあれなんですけども、かぶれやすいと言いますか、あまり変わっているとですね、肌の弱い人なんかは手がかぶれちゃったりするので、っていうのもこの里芋科っていう植物のほとんどが中にシュウ酸カルシウムっていうですね、結晶体といいますか、そちらの細胞というか、含んでまして、これシュウ酸カルシウムっていう結晶がですね、非常にこうトゲが鋭い形をしたですね、結晶体になりますので、それが手に刺さってこうチクチクかぶれたようなものになりまして、有名なところですとクワズイモなんかがそのシュウ酸カルシウムが非常に豊富に含まれているので、間違って食べちゃうと、舌がしびれて死にはしないと思いますが、過呼吸になったりとか、非常によろしくないことが起こります。で、このディフェンバキアもですね、誤って口に入れてしまうと非常に舌がしびれたりとか、もう下手すりゃもう喋れなくなったりとか、過呼吸に陥ってしまったり、でちっちゃいお子様とかペットのいるご家庭は特に気をつけていただきたいので、なるべくこう台の上に乗せるとか、届かないところで飾っていただけるとよろしいかなと思いますので、そういった心配がないご家庭であればもう普通に置いていただいて構わないと思うんですが、意外に観葉植物って有毒なものが多かったりするので、気をつけていただければよろしいかなと思いますので、よろしくお願いします。